歴史的城塞都市クエンカは、スペインのカスティーリャラマンチャ州クエンカ県の県と、クエンカの旧市街を対象とするユネスコの世界遺産リスト登録物件である。クエンカ一帯は、フカル川とウエカル川に挟まれた石灰岩の地形であり、川の侵食作用や風化によって切り立った断崖が形成されていた。クエンカの町の起源は、旧世紀に、 ムスリムが築いた断崖状の要塞にある。あと、ウマイヤ朝時代には要塞から町へと発展したが、1177年にカスティーラ王国のアルフォンソ8世が奪取し、カスティーラ王国の主要都市の一つとしてキリスト教家された。織物工業を主産業としたクエンカは16世紀まで順調な成長を遂げ、それに伴う人口増加によって、 低地の市街地なども整備されていった。16世紀以降、崖の上は宗教的な建造物が集まるようになり、経済的な衰退局面に入った17世紀にも、むしろクエンカは宗教的な都市としては発展が続いた。17世紀後半から19世紀には、町の建物の再建や修復が行われたが、他方で老朽化した建物が取り壊される例も見られた。 しかし、その後に計画的な都市景観の保存の必要性が認識されるようになり、それに基づく修復作業なども1940年代以降には行われるようになった。登録対象となるのは歴史的な建造物群が残る旧市街である。クエンカ大聖堂は1257年頃の建造で20世紀に再建されたファサードなど、 後の時代に付加された要素もあるが、スペインのゴシック様式聖堂としては、最古の部類に属している。大聖堂の前にあるのが、マヨル広場で、ペトラス修道院、視聴者などが並ぶ。大聖堂の近傍には、司教館があり、現在は、フアンデコロニアの祭壇画や、エルグレコラの作品を展示している、教区博物館が入っている。他にも、サンミゲル聖堂、サン。 ペドロ聖堂、エルサルバドル聖堂などが残るが、宗教建築の中には、サンパブロ修道院のようにパラドールに改装された建築物も,もある。世俗的な建物の中では、宙吊りの家がクエンカの代名詞とも言われている。これは、不安定な家とも言われる14世紀に遡る住居群で、古くは視聴者として使われたこともあったが、断崖からせり出すように、 高層建築がそびえ立つ期間から、それらの名前がついている。中釣りの家の内部には1966年以降、スペイン中小芸術美術館が設営されているほか、建物と同盟の中釣りの家というレストランが入っている。この物件が世界遺産に推薦されたのは1995年10月2日のことであった。推薦を踏まえて、世界遺産委員会の諮問機関である。 国際記念物遺跡会議は登録を勧告し、1996年の第20回世界遺産委員会で正式に登録された。世界遺産としての正式登録名は、ヒストリック・ウォールド・タウン・オブ・クエンカ、ビル・イーストリック・フォーティファイでクエンカである。その日本語訳は資料によって、以下のような違いがある。クエンカの建造物群と周辺の景観、この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。世界遺産委員会の決議では個別の登録基準について適用理由を示していないが、世界遺産センターの公式サイトでは全般的な登録理由として、この世界遺産が12世紀から18世紀までの多くの秀逸な宗教的、世俗的な建築物とともに、 その本来の都市景観を顕著に手付け数の状態で保存していた中世城西都市の結出した例として顕著な普遍的価値を有する。また、城壁に囲まれた都市は、それが建造された場所の優れた農村的、自然的景観に溶け込み、価値を高めている点でも結出していると説明されている。これはアイコモスが韓国の時に示していたものと同じである。 この理由説明にも現れているが、クエンカの素晴らしさは、個々の建造物群よりも、むしろ包括的な都市景観にこそあると言われている。ありがとうございます。